はい、僕ね、いわゆる、こう、不良品って言われるものを引くのが、なるほど。なんか知らないんですけど、多いんですよ。いくつもこう棚に例えば置いてあったとして、どれでも自分の好きなのを選べるとするじゃないですか。はあはあ、普通一番前から取っていきますけれども、そうですよね、なんか、まあ、たまにね、こうちょっとひよったりとかして、こう、いくつ目か後ろのやつを取ったとか、何段目から取ったとか、そういうことをやっても、選んできたのは自分なのに、それが不良品とか、わお、備品が足りないとか、足りないとかあるんすか？そういうことがね、やたらめったら僕多いんですよ。一回もないですよ、備品が足りないとか。本当に？そうですね。もう本当ですか？うん。あ、すごいですね。それは、なんでしょうね。なんだ？物が平川さんを求めているみたいな感じがありますよね。他の人のところに行って迷惑をかけるぐらいなら平川のところ怒られない平川さんのところに私行くわ。すげえ、俺。もう無機物に対してもだろ、博愛主義、俺。そうですね。多分行ってるんじゃないですかね。物が選んでるんでしょうね、平川さんは。いや、そう、いや、もうこの際、受け入れよう、じゃあ。さすが。おいで。すべてを受け入れる。おいで、みんなおいで。神のような方です、ほんと。すごいな。俺が一手に引き受けよう。いやー、じゃあその、あ、王さんもそういう方でしょうね。王さんももしかしたらね、だからこう。そういう器の広い。広い、気持ちの優しい方のところに、僕でも、私でも、怒られずに使ってもらえるかしらってこう。そうですよね。引き寄せられていってるのかもしれないよ。ちゃんと。修理して使ってるんですもんね。しかも使ってますから。優しいですよね。普通だったらもう2回目ぐらいでもう次の違うの買おうかなってなっちゃいそうなところを故障して使う。いい方ですね。また修理してってね。使ってくれてるわけですからね。ずっと使ってほしいですね。そう、そのままね、ずっと使い続けていただきたいんですけど。そう、僕も結構ね、だから、こう壊れてたとかっていうと、まあお願いして直してもらったりとか、して、まあ、備品が足りない時とかは、はい、まあ、あんまりこう、体勢に影響がない時はそのまま使ってたりすることもあるんですけど。すごいな。結構ね、やってます。本当ですか。うん、戦いの日々がかなりあるんですね、じゃあ。もう、中さんこそ。戦いと思わない。あ、そうなんです。あ、じゃあ、王さんももっと、もっとこういう体験をしていけば、平川さんみたいに悟るわけですね。もう戦わなくていいんだ。いつまで持つのかじゃなくて。ええー。もうね、はい。いつでもいいよ。いつまでも持つんだよ。いつまででも僕のそばにいなさい。いい人すぎる。なあ、いや、いいですね。涙が出そうです、本当に。では、続いていきましょう。いい加減なこと言いやがって、まとめやがって。